あれ待って、止まってる？配信されてる？どっちだ？いけてる？桃鉄配信見ていただきありがとうございました。あ、復活しました。すごいすごい素でやってたまあこんな感じです。私とゲームするとこんな感じでした。めっちゃ楽しかった、ほんと？いや、悔しいね。ちょっとね、ジェットカード4枚買うの違う。平のマサカードやばいよ。いや、その前のジェットカードもなかなかですよ。びっくりしちゃった。いや、あれやばいです。ね、すっごい楽しかった。やっぱ桃鉄楽しい。募集で4人でやりたいな。やりたい。楽しかったなぁ。いや、ひーちゃんはね、何も知らずに、カード、その、多い方に合わせるって思って。で、うちがその時結構持ってたから、10億くらいあったから、そしたらうち5億に減りました、平野正で。で、ひーちゃん6億持ってたのが5億に減って、エンマが6000万くらいが、なんか5億くらいになってて。そう、サイヤンとね、おぎちゃんとも4人でやりたいな。なんか22とか222とか、その一人一人とはね、みんなとやったことあるんですけど、うち4人とは3人とその一緒にしたことがないのでね、4人でぜひやりたいです。でもやるならちょっとやっぱ電波環境とかこういうことがね、あの起きちゃったらすっごいね悲しいから、やっぱイコンのイズイチャンネルでやりたいな。やりたいな。そしたら次は3年決戦でしたいな。3年決戦の方が、まあ、金額もすごい高いし、カードマスとかもあれだし、まあ、ボンビーもすぐ3-2-1ってね、よくなったりするので、ねえ、このイズイチャンネル画面見れそうだしね。すごい楽しいんじゃないかなって。確かに配信の方がいいね。1時間半枠とか2時間枠とか、結構3年決戦も4人でやるってなると、まあ、コンピューターは考える時間とかないけど、やっぱり人間観察の時間でなると、まあ、2時間くらいはかかっちゃうのかなって思うので、悩んだりねするから、かかりそう。2時間生配信みたいな、終わるまでみたいなってことで、ランキングを読んで終了したいと思います。いきます。13位リアン、ありがとう。12位トマチン、ありがとう。11位モエタン、ありがとう。10位ナギ、ありがとう。9位コータ、ありがとう。8位アツシ、ありがとう。7位トンさん、ありがとう。6位アユ、ありがとう。5位ミッコ、合ってるかな、ありがとう。4位つむじ、ありがとう。そして第3位ソクラソク、ありがとう。3位おめでとう。そして第2位タラタ、ありがとう。2位おめでとう。そして第1位は恭平、ありがとう。1位おめでとうだよ。ショールーム見てくれてありがとう。ひーちゃんと桃鉄配信どうでした？楽しかったですか？大好きだよ、ありがとう桃鉄は普通のいつもの桃鉄で3年でやりました。ぜひ皆さんもね、桃鉄してみてください。次はオフショールメンバーでね、まあ、うち次第なんですけど、環境が、ちょっとネット環境、本当にこんな感じで、ラグもすごくて、そう、だからね、一旦じゃあ、ひーちゃんと二人で、ちょっと試してみようかなって思ってやったら、まあ、案の定でしたね。ありがとうね、見てくれて。すごい楽しかったです。ありがとう、こちらこそ、見てくれてありがとう。こちらこそ
今日も一日お疲れ様だよ。明日も頑張ろうね。ちなみに今のネイルこんな感じです。そういえばちゃんと昨日見せてなかったなって思って。でね、聞いて、横ありの前リハの時にここのね、リボンちゃんがなんと取れてしまって、取れちゃったので、そうパンって取れちゃって、で楽屋控え室で取れちゃって、で探したんだけどなくて、って思ってたので、どうしようって、最初マッキーでここ塗るしかないかなみたいな、みんなにそのここマッキーで塗ったらいけるんじゃないって言われて、ね、一旦マッキーで塗ってみたんですけどダメでそうダメで、ってなってて、でみんなミルちゃんとかサヤヤンとかヒーちゃんとかすごいこのネイルの破片、パーツの破片を探してくれて、でヒーちゃん、ミルちゃんかな、ヒーちゃんかな、なんかキャリーの下はみたいに言ってくれて、え待ってみたいな、キャリーの下ないよってうちが言ったの、え絶対あるよみたいなことを言って、スッてどかしたらキャリーの下からネイルパーツ出てきて、あえあったって言ってえーって思って、これくっつけたらいけるんじゃないみたいな、で接着剤を お借りして衣装さんからでつけたんですけど、その衣装さんの中にあのトップコートとあのライト、その塊そのやつ持ってるあの衣装さんがいて、お借りしてもうつけて、もうね本当にもう昼も夜もそして今日まで持ってるので、すごいね、本当にもう衣装さん大好きです、ラブです。じゃないともうここマッキーになるとこでした。そうなんですよ、で早着替えとかで結構ネイルとか爪とか割れたりしちゃうんですけど、今回は割れませんでした。なので可愛いお爪で入れました、大感謝です。マッキーじゃなくてよかった。やっぱカメ子さんのお写真とか見るとね、目爪までしっかり見えてるのでよかったです、という裏話でした。拡大してマッキーだったらね、なんかツイートとかでさ、ミレイちゃんの爪なんかマッキーなんだけどみたいな、バズっちゃうかもしれない、もしかしたら。それではじゃあショールーム見ていただきありがとうございました。今日2回配信すごい楽しかった、ありがとうね、みんな見てくれて。それではバイバイ、ありがとう。